こんにちは、ヨークです。現在、千葉県柏市中心ターミナル駅の柏駅に来てます。本日は柏駅周辺の散策と柏市の概要を伝えるという動画でお送りします。柏駅は常磐線東武アーバンパークラインの駅です。こちらは E231 系快速取手行きです。下り電車は土浦、水戸、いわき方面、そして我孫子から分かれる成田線で成田行きが通ってます。上り方面、上野行き E531 系の電車が到着です。この電車は上野行きですが、現在は上野東京ラインの開通により、品川行きも多く見受けられます。こちら、常磐線各駅停車、綾瀬まで常磐線各駅停車で、その先、千代田線、時間帯によっては、代々木上原から先、小田急まで乗り入れます。この電車は向ヶ丘遊園行きだったので、小田急線直通になるということですね。こちらは東武アーバンパークライン、野田線のことです。柏から船橋、大宮と、大きい都市を結ぶ私鉄路線です。8000系の長い車両が今走ってます。また、新型車両も最近は多く走り、こちら東武6万系が今、柏駅に入ってきます。そしてなんとこの駅、人がとてもやはり多いです。2019年のデータですが、JR 東日本は1日平均乗車人数が約12万5000人。で、東武鉄道に関しては1日平均乗降人数が約14万8000人であるとのこと。乗車人数、乗降人数とまた違う概念ですが、それだけ人の行き来が多いということがわかると思われます。ウィキペディア情報になるんですけども、東武鉄道の駅では乗降人数が池袋、北千住、和光市駅、浅香台駅、新越谷駅に次ぐ第6位で、東武アーバンパークライン、野田線の駅では最もこう乗降人数が多いということですね。それでは柏駅周辺を散策してみましょう。まずは改札から出て、東口に行きます。で、東口が柏駅一番の繁華街になってます。早速、商業ビルが見えてきてますね。スカイプラザと書かれたビルでビッグカメラがメインでこちら入ってるビルです。他にはですね、洋服の青山とかも入ってて、で、連絡通路があって、こちらね、展望レストランもある館なんですけど、こちらは残念ながら閉館となってました。もともとこの建物が柏そごうだったんですけども、柏そごうが閉店して、跡地にテナントが入ったという、そういう印象です。はい、そごうから、ちょっとカメラを右に向けていくと、こちらは丸いと書かれたビルがあります。ちょっと近くまで行ってみましょう。はい、丸いファミリーカシワと書かれてまして、コンビニ31アイスクリーム、あとは WeGo、ユニクロ、GU といったファッション系のお店、で、エースコンタクトとか、あとは HIS、100円ショップとかもあります。で、3階にはこう病院とかもあるみたいですね。それでは柏駅東口の全体像を見てみましょう。はい、東口のそごう側から撮ってるんですけども、こんな感じで広々とした空間になってます。で、そごう側にこちら、下の道路に降りるエスカレーターがあります。どんな感じかちょっと様子を見ましょう。はい、こんな感じで、そこまでお店があまりない印象ですね。そごうと、丸いのさっきの、そこの間のエスカレーターの方が、繁華街の通りになっていると思います。こちらは、なんか予備校とか、あと、マンションとか、ホテルとか、そういった感じがある、ちょっと落ち着いた街のエリアになっていると思います。柏駅東口から、丸いがさっき映したのがありまして、で、左にカメラを回すと、こちらにも、道路に降りるエスカレーターがあるんですけども、こちらが繁華街かと思われますので、ちょっと下って歩いていきたいと思います。エスカレーターを降りるとこんな感じです。小さいけど、こう、スクランブル交差点があり、商業施設のビルとか並んでて、なんかね、タイムズスクエア的な雰囲気を演出しています。この通りをしばらくまっすぐ歩きながら、調べた柏市の概要を皆さんにお伝えします。で、柏市は人口約42万で、中核市に指定されてて、東京の都心のベッドタウンの街となっています。柏市は千葉県の北西部に位置し、県庁所在地である千葉市から約 30km の距離であります。東京都の都心から25から 35km 圏内とのことです。そのため、柏市は人口以上に人の往来があるということがわかります。近くの茨城県や埼玉県方面からも、柏に行き来をするとのことです。
また柏駅周辺はストリートミュージシャンが多く、連日多くの若者が集まり、若者層をターゲットにしている商店も多いとのことで、このため東の渋谷とも呼ばれるみたいです。特に柏駅東口の、柏神社とか柏郵便局っていうのがあって、その付近には個人商店が多く、浦原宿のようになっていることから、それにちなんで浦柏、略称浦柏などと呼ばれることもあるみたいです。柏市北部はつくばエクスプレスが通り、大学研究所、産学連携施設などが置かれて、確か東京大学の一部キャンパスも柏だったかなというふうに思うんですけど、そのような面からこう文教地区としての顔を持つ、柏の葉地域というのがあるみたいです。で、柏市は都心のベッドタウンで、商業とね、あと北部のそういう文教と幅広い町になってます。東口の通りをまっすぐ歩きまして、このように映像から見ても活気が溢れている様子が伝わったかと思います。ここの交差点から先は少し静かな雰囲気なエリアになるかと思われます。一回ここで先ほどのエスカレーターを降りたスクランブル交差点まで戻ってみようと思います。はい、スクランブル交差点に戻りまして、今度はバーガーキングと新生銀行と書かれている間に、こちら2番街というアーケード街がありますので、そちらを歩いていこうと思います。はい、アーケード街に入るとこんな感じです。商業施設が広がってて、人の往来もあって、こっちも画期的な感じの通りになってます。はい、アーケード街を入るとこんな感じで、最初の雑居ビルのところがバーガーキングと、あと、ちょくちょく飲食店とか居酒屋があったりとか、クリニックも入ってるみたいですね。まあこんな感じで、ちょっとね、綺麗な感じの雑居ビルですね。はい、あとはカラオケとか松本清がありまして、左手にはこちら、スーパーがあるんですね。京北スーパーと書かれてます。街中にこんな感じで野菜が置いてありましてね、この辺付近の住民が多分買うのかもしれないです。はい、あとは右にマックがあったりとか、左にもまたカラオケがあったりですね、ピアって書かれてるの、あたら多分ね、パチンコ屋かと思います。で、こんな感じでもうなんかね、大都市に行くとアーケード街って結構あると思うんですけど、それともう似たような感じのテナントとかね、そういう雰囲気が漂っています。やはり柏市は結構ね、首都圏の中の街でも栄えてる方だと思います。アーケード街の交差点、ドンキホーテがありまして、こちらをちょっとね、カメラ左に回してそちらを歩いていこうと思います。はい、パレット柏って書かれてまして、2階が湘南美容クリニックとか、あと、他にもテナントがあって、ご覧ください。こちら、その上からはタワーマンションになってますね。まあ、こんな感じです。で、このタワーマンションの脇にね、また通りがありますんで、ちょこっとそこを歩いていこうと思います。はい、歩いていくと、マンションの下にセブンイレブンとか、あと赤い看板、大阪王将ですね。中華の飲食店があります。いや、こんな感じで広々とした感じになってますね。いや、もう立地として柏駅にも近くて、商業施設もこんなに近くにあって、とてもね、住むには、便利な環境だと思います。ただね、すごい家賃とか、まあ、こういうのは分譲だと思うんですけども、値段が高そうなんでね、私にはちょっと縁のない話かと思われます。はい、先ほどのアーケード街、ドンキホーテまで戻りまして、ピアというパチンコ屋さんがありますね。で、今度はここをね、歩いていきます。これは柏駅に向かうルートになってます。で、こんな感じで、左手にドンキホーテがあったり、あとサンドラッグ、ドラッグストアですね。はい、歩いてきました。そうすると少しこう開けた場所がまたあります。で、ですね、モディって書かれてるんですかね。おそらくこの、あ、モディってこのビルのことだと思うんですけども、こんな感じですごいこう綺麗な感じですよね。タリーズが入ってたりとか、まあファッションビルなのかもしれないですね。ちょっとテナントの様子を見ていきましょう。そうすると、音楽教室 TBC とか、ああ、100円ショップとか、美容室とか。はい。で、1階が飲食店、カフェとかになってまして、まあこんな感じで、いろんな複合ビルになってますね。はい。で、また歩いていくと、こちらエスカレーターがあって、こちらをちょっと上に登っていきます。はい、エスカレーターを上がってきました。また上にアーケードのこの屋根がついてます。で、カメラを左に回します。こっち側が常磐線の松戸方面の方角となってます。
はい、こちら手前のビル、大きいサイズの専門店、坂膳、石塚さんがイメージキャラクターでこうありますね。で、丸亀製麺があったり、あと大戸屋とかね、こちらもいろんなこうテナントとか飲食店の複合ビルになってるみたいです。あとは招き猫カラオケ店もあります。はい、今のビルから横には、先ほど見たタワーマンションが見えます。やはりね、高いなぁと思います。で、カメラを今度はまた左に回して、そうすると、エスカレーターを登ったちょうど右側のところになるんで、こちらを歩いて柏駅まで一回戻ろうと思います。はい、で、柏駅の南口までやってきました。こちらちょっとコンパクトな感じのとこで、待ち合わせをするとかには、いいのかもしれないです。で、ここをまたしばらく歩いて、今度は柏駅の西口の方に回りたいと思います。南口を道なりにまっすぐ歩くと、こんな感じで通路がありまして、で、また大きい商業施設があります。右側にはディーゼルって書かれているファッションのお店と、あと缶と缶をつなぐね、連絡橋が見えます。もうしばらく歩いていきます。はい、ちょうど連絡橋を渡り終えて、そこからですね、階段を降りていくと、こちらですね、ルイ・ヴィトンが左に見えます。こちらが高島屋ステーションモールの新館かと思われます。はい、新館の他にも、ですね、S 館とか本館とかありまして、こう3棟並んでるんですね。で、こんな感じになってます。柏駅直結で、柏市街地の中の最大の商業施設かと思われます。柏駅の中からステーションモール高島屋の様子を見たいと思います。テナントのフロア案内をちょっと見てみようと思います。はい、テナントはこうね、ビームスとかトゥモローランド、シップスといったようにこうセレクトショップが並んでますね。やはり少しね、ランクの高いテナントが入ってる、そんな印象です。他にもね、無印良品とか東急ハンズとかそういうのも入ってます。また、レストラン街もお店が充実してまして、ですね、打ち合わせの時とか、一人で食べる時、デートとかにもね、結構適した店がいっぱいありましたので、ぜひ利用してみるといいかと思います。最後に西口の通りを、紹介して終わりにしようと思ったんですが、残念ですが、激しいにわか雨が降りまして、ちょっと撮影が困難になりました。なので、ちょっとね、雰囲気とか様子だけお伝えて、最後終わりにしようと思います。で、柏駅から、左側に高島屋の新館があって、ここにまっすぐ通りがあります。で、こんな感じでね、ここもなんか雑居ビルで、商業施設というよりは、飲食店とかあとですね、オフィスとかそんな感じがある印象です。柏駅西口から右側にこちら高島屋の本館があります。本館の通りにこちらまた通りがありまして、安孫子方面になってます。で、快活クラブ、漫画喫茶がありまして、あとはですね、不動産屋とかオフィスとか、そんな感じが多くある印象です。はい、以上、柏駅周辺を歩いてみるという動画でお送りしました。街ブラ、交通系の企画もこれから色々と考えていきますんで、よかったらチャンネル登録しといた方が良いかと思われます。ご視聴ありがとうございました。